お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロレやっていくんですけど、今日はですねこちらエリゴレヒーラーやっていきたいと思います。そしてね、形がなんか独特なんですけど、これね海外のエリゴレ使いの方がいて、まあその方がねマルチでもですしグラチャレでもですし、まあこの墓石型のねエリゴレで無双してました。まあエリゴレといえばエリババが入ってたりダクネが入ってたり、まあ、いろんな方があったんですけど、だからね、まあ、ドラドラとヒーラーしかいないんですよ。だから、まあ、守ってね、まあ、あとファイボとウッド、まあ、ロイホグ用だったりだとか、まあ、そういうとこだと思うんですけど、まあ、現環境型のね、エリゴレというわけでやっていきたいなと思います。で、このデッキはね、破壊力がね、結構弱めなエリゴレなんですよね。まあ、なので、守って、まあなんか確実にね、毎回ちょっとずつダメージを稼いでいくっていうイメージだと思いますね。まあ最後の最後に、もうね、ファイボ、トルネファイボウッドみたいなね、ゴリゴリに行って無理やりダメージ稼ぐのはあると思うんですけど、まあそれまではね、エリゴレ多分あんま出さなくていいと思いますね。多分出すだけ、ね、なんかエリゴレの形自体は弱いので、エリアドになってね、ピンチになると思うので、エリゴレデッキなんですけど、エリゴレはあんま出さずにね、戦っていきたい。で、今回、てか、なんかね、ヒーラーがね、ここ最近ちょっと増えてきたイメージがあります。いや、金魚のちょっとできなかったら、もう一個下だったっけな。なんか、まあ、エリゴレヒーラーもですし、あと、ゴレヒーラーとか、あとはロイジャイヒーラーとか、なんかヒーラーがね、ちらほら見えてき始めましたが、なんでヒーラーが増えてんだろうなって感じですね。なんでかわかんないですね、正直。さあまあ、そんなわけで今回相手は、コケテモールブレイカーですね。いや、これ。うい。いや、まあまあいいトレにした。たまたま槍をね、引っ張れた。で、今回相手ね、ボムっすね。ボムポイズンだと思うんですよ。でも回転がマジで相手早すぎて、もうついていくので今ギリギリなんですけどね。まあ最後の最後に形組んで、まあポイズンだから、いや多分ポイズンっすね。ファイボではないと思うんだけどな。いや、これ、禁忌とされるっすね。いや、そう、いや、相手ミスってる。デッキ、これマジででかいっす。そう。まあ序盤も耐えて、最後に一撃必殺でね、行きたいね。ボムにやっぱね、餌になっちゃうんでね、ベビドラとか。OK。いや、流れはなんかいいね。オーケー、なんなら相手が先に使ってくれた。これどうだろうな。エリゴレさ、あんまいらない？いやー、これケツ、エリゴレ行けばよかったな。行けばよかったんだけど、ちょっと一回待ちます。正直、キング起動したいな。いや、美味しい。待って、このダメージマジででかい。俺、エリゴレ出さずに、このなんか、ビビドラのダメージで勝てるかもしれん。さあ、いやマジでさ、ウォールブレイカーのキング起動むずくね？待って。なんか、世界一下手かもしれない。ウォールブレイカーの近畿道が。なんか、ウォールブレイカー2体歩くじゃないですか。普通に、ノーダメで近畿道とかできるんですよ。上手いやつとかやってくるんだけど、俺、未だにさ、位置がさ、はっきりしてないんですよ。どこでやるんだろうなってずっと思ってるんですよね。やばい。いや、これは惜しくね？いや、これ。ふっ。いや、鬼の許容いきます。これ、8枚ですね。で、真ん中にボム来るので、それ壊す、ベビドラと、ファイボー。いや、オッケー。いや、ボムさえ突破してしまえば、みたいな。あるよね。で、攻め取るので、相手のね、コウモリ系とかもすべて、ライドラー、ディンディディーン、おーい。ワンパンですね。まあ、こんな感じかな。本当にウォールブレイク近畿道はね、見逃してください。許して。しっかり研究していきます。まあ、ドロドロヒーラーがね、まあ、やっぱ結局強いので、まあほんと耐えてね、防衛のエリゴレですね。守りましょう。なんか今シーズン結構守りますね。まあゴレもですし、エリゴレもですし、まあもちろん無視するね、方もありますが、今シーズンちょっと守りが多めの環境かな。で、この墓石っていうのもね、ちょっとこう珍しいというかね、まあレアですが、なんか墓石から生まれるこのスケルトンがね、1体増えてるんですよ。これがね、まあどんぐらい活躍してるかわかんないんですけど、多分、かけて活躍してます。墓石っていうね、だって正直さ、これ墓石である理由ないんじゃねって思うんですけど、墓石なんですよね。まあ、陸系3コスできて、まだバルーンの近畿道もできて、いろんな優秀な部分もやっぱあるんだね。いや、これ神ファイボじゃね？そう、ロキホーにもボムにも当てる。いや、オッケー。
そう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 。いや、ボムロケホってさ、普通にさ、多分きついんじゃない？結構きついやつを引いたんだけど、これさ、いや、ライドライン行っていい気がしたんだよな。なんか、あんま相手コストないっすよね。うい、来た。なんか相手が先にね、ボム置いてくれたのがありがたい。いや、ライドライのさ、優秀か、こいつ。あー、これいきます。キンググッドゲームじゃね。ロケット押しはもうトルネでね、無理やり巻き込んであげればいいんだけど、巻き込まなくても、ライドラのね、チェーンでさよなら。いや、ライドラバグってんな。なんか、ここ最近、めっちゃ評価が上がってる。俺の中で。てか、普通に環境でも使われてるしね。オッケー、ジジでございます。で、強いね。なんかもう、強いね。うん、それしか言えない。なんであのヒーラー増えたのかなというか、このエリコレ出たのかなってちょっと考えたんですけど、簡単でしたね。普通にファイボ環境がちょっと終わりを告げてる。そのマザーネクロがね、一応解放されて、まあなんか使われてはいるんですけど、まあちょっと減って、まあそんな中でポイズンが増えてますね。増えてるとまだ言わないかもだけど、まあポイズンがね、ちょっといて、で、まあ、そのポイズンのメタとしてヒーラー優秀ですし、まあ、あとは、メガナインとかね、今、環境ちょっと増えてきたりとか、まあ、こう、餌が増えてきてますよね。エリゴレヒーラーのね。まあ、ヒーラーの餌かな。いや、これ、ウッド打ってもいいけど、許容します。ウッドを防衛で使うなら、その分攻めに使って破壊します。あえてファイブを使ってるんでね。これは、勝ち確グッドゲームじゃないか。さあもうドラドラやってね、メガナイとかエリーババかムーとかは分かんないけど、もうドラドラしてあとはね祈ります。でこれもうトルネでね、キュイーンってやってね、ホバリングさよならして、いやもうライドラとベビーの範囲や範囲、いや強い。いやここエリゴレはね足したいけど、ヒーラーがやられてるんでね、一回ストップしましょうか。しかも小屋小屋だから、なんかワンパンされるようなこともないと思うんでね。まあエリーババがいるかな。エリーババいたけど、まあ、さっき使った後なんで。いや、墓石が待って。この小屋小屋にさ、墓石バカ優秀なんだけど。オーブンメタすぎん？いやー、ちょっとめんどくさい、ちょっとめんどくさい、それはめんどくさい。ね。4コスのオーブンを3コスのさ、いや、これ5打っちゃうか。いや、打つ必要はなかったかな、正直。まあまあ、そう、4コスのオーブンを3コスの墓石で守れる。いや、もう壊れるの早いな、ちょっと。で、ヒーラーが、フィジカルでね、こいつ可愛い天使に見えて、フィジカルもゴリゴリですからね。ナイス。いや、耐えてくれるね。で、五分小屋、あはは、小屋。一生小屋置かれるんだけど、もう俺も負けじとね、小屋置いていこうぜ。いや、あれ、ファイブ打ちてえな。打っていいな。間違いなく打っていいね。あれ、打ってよくて、すべてに当たるよ。だって、美味しすぎん？さすがにうますぎ。打って、打つ必要あるかな。これ相手端前、いやー低めマザネから来るのか、ちょっとミスったかな。いやうまいぞ、タゲ取りがうまい。いやこれライドラサイトのちょっとやったっすね僕。さあまあだがしかしみたいな、結局この墓石がさ非常に活躍するんですよね。いや墓石こんな活躍することあるっていうぐらい活躍してる。 OK。 いや陸系いいね、あっちいいな。なんか前よりなんかね、気持ち、頼もしい。墓石がね、墓石頼もしいなんか思ったことないけどな、クラロワやってて。5年ぐらいやってるけど、墓石ね、過去一活躍したかな、今。そらねえか。さあ、よろしく。なんか、ダクネとかさ、エリババとか入ってないエリコルでも、意外とこう、形組んでしまえばね、止まんないもんすね。お、待てよ。待てよ、マジかよ。もしかして、もしかして説あるかな、これ。わお。引いたね。え、小屋小屋ブームっすか？ちなみに、え？君はメガナイト型ですか？エリババ型ですか？まあ今の環境だったらエリババ型かな。え？そんなにいるっていうぐらいいるっすね。待てよ。流行りすぎだろ。いや、これ行ってもいいけどな。まあ一回おとなしく行こう。まあオーブン壊そうかな。で、墓石が強いんでね。もう墓石。で、高めに置いちゃうと、ホバリングで壊されちゃうんでね。低めに置きました。エリババは嫌だなと思ったんですけど、トルネで逆サイドは無理やりね、集めます。さあ、ムートですね。なんで、ムートエリババ型の可能性もあるし、まあ、メガナイトムート型の可能性もある。で、ライドラがまあ、最強ですから、相手のね、ホバリング。まあ、トルネで引っこ抜いてもいいね、正直。うん、引っこ抜きゲーミングして、よいしょ。いや、もうこれでね、あ、OKOK。
もうこのドラゴンが相手からしたらしんどいんで。いいね。いや、待ってよ。エリゴレイサってはいいな。いや、ポロスにね、所属してた時に、クララリーグのチーム戦の時ね、もう、みんな僕らポロス、エリゴレブームだったんですね。もう、なんか、エリゴレが強すぎて、まあ、当時エリゴレ流行ってたっていうのもあるんですけど、フレーバーとやったら、まあ、とりあえずね、エリゴレ側が1本とか折られるんですけど、1本折られてからでも、そこからも大逆転してエリゴレが勝っちゃうんですよね。そう、だからもう、エリゴレ俺らの中で最強ってなって、もうみんなね、クララリーグの大会で、エリゴレ、エリゴレ、いや、エリゴレ使えば負ける気ねえなって。相手のあのデッキさ、何で対策するって。エリゴレでよくねって。もうすべてがね、エリゴレになるんですよね。そう、エリゴレで勝てないデッキないじゃんっていうのになって、いや、マジ、エリゴレ、なんかそう考えたら、まあ、一応すべてに勝てる可能性があるっすよね、この。いや、最強なんですよね、マジで。ハマるとやばいっすね。エリゴレ沼にハマると、マジで抜け出せないっすよ。もうエリゴレ使えば絶対勝てるというか、もうエリゴレね、しか使わんっていう脳になっちゃうんで、ちょっと気をつけてください。さあ、あれちょっと、遅れてマザネクと一緒に5打ってあげたいな、あの子。さあ、いや、ちょっとね、ちょっと嫌だけど、どんぐらい頑張れる？いや、頑張れるね。いや、メガナイトがちょっと今回厄介かな。まあ、エリババもエリババで厄介なんですけど、メガナイトで、なんか踏まれるのが厄介ですね。さあ、まあまあまあ。まあ、あと単純に小屋がね、小屋すげえ流行るっすね。大体墓石で5打ってくるんだな。そんなに嫌なのか。いやー、ムートだしな。ムートもね、結構あの火力があるんで、ね、普通に溶かされちゃう。さあ、これは、体育欲しいな、相手。相手全然体育出してこねえな。さあ、ライドラのね、チェーンも強い。いや、マザネクこっちにね、ちょっと、向いてもらって、邪魔しないでもらえるかな。いやー、エッチファイブ来たぜ。エッチなファイブ来ただよ。やめてくれ、やめてくれ、やめてくれ、やめてくれ。さあ、ベビー。いやー、なんか、めっちゃいい試合してんな、とか、小屋強えな、マジで。動画で俺紹介したけどさ、ね、使う側で紹介したけどさ、使われるとマジで嫌っすね。うぜ。普通にうぜえとか言っちゃったんですけど、なんかマジで。バカ強くね？小屋。こんな強かったっけ？小屋。いや、まあ俺、最後の希望のね、あの、プッチョくんいるんで。よいしょ。まあエリババっすね。エリババじゃない、エリゴレっすね。さあ、まあファイボ削りしながら、あれとか地味に厄介だからな、やっぱ結局、もうベビードラとか体育がね。よしよし。それ勝ってもらって、ウッド削りして、で、ちょっとね、余裕できたら行きたいね。今様子見てるからね。いや、行くか。40秒行きます。ケツから組んで、あえて小屋なんでね、もう攻めてくるとかないんで。まあ、で、1周目は、まあ、ドラドラで行かれるかもしれないんですけど。いや、あれ、ファイボな、後からの方が良かったかな。まあまあまあ。さあ、ファイボ打って、ヒーラー行ってからの、いや、もうこれですね。最後にゴリゴリで回転します。もう全部ね、みんなここに集まってっていう、集まってもらってからの、集まってもらって、いや、ダメージ逆転してる。ライドラのチェーンで、ライドラのチェーンで大逆転。大逆転、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 大逆転。いや、いけるぞ。フィーバー。最後、守れば勝ちだな、これ。もしかしてだけど、守れば勝ち。トールのファイブ、フィーバー。いや、これね、いいね。このエリゴレ、まあ、守れるから、墓石で意外とね。ね、声にも戦えたし、守って、最後に攻めるだけで、勝ち逃げできるっていうね。いや、ちょっとなんか、新しいな。いいね。なんか、せこいけどね。せ、よろしく。いや、なんか、墓石欲しいな。初手に墓石ないだけで、なんか、落ち着かねえな。やばすぎ。さ、まさかの迫撃なんだけど、なんか、なんもないな。まあ、ベビーか。墓石あればね、ベストだったんですけど、さ、迫撃コウモリってことは、まあ、ここやったような迫撃ディガーとかかな。スケラではなさそう。さ、墓石はね、迫撃に対しては優秀ですね。さ、ギャング。いや、これな、相手の、細かいのばっかりなら、いや、まあ、ケツ今エリゴレしてもよかったけど、まあまあまあ、うわ、プリンスか。プリンスってことは、なんか、吹き矢とかいるかもしれないですね。一応構えて。うん、これエリゴレ行くか。いや、行っていい気がしたな。なんか、
プリンスサイテルって結構でかい気がしたな。さウッド、いやこれライドラのさチェーンでいかれるな。あれウッドいらんかったな。でこれコウモリ来る、絶対コウモリ来る。いや出しにくいか。あそっちっすね。エリゴレから溶かすコウモリっすね。いやうまい、それはね、さすがにいいコウモリで。ファイボ、多分ファイボ回収だと思うんだけどな。うん、いやいいっすね。いやうまいねマジで。まあ、これコンボの使いみんなうまいっすからね。いやでもバカ入るんですよね。うまくても結局入ってしまうものなんです。でこれちょっと墓石出したかったんだけど、なんかちっこいのいっぱい多かったんでプリンスにしちゃったな。いや金起動して、まあまあまあこれはね俺の方がダメージ与えてるからっていうポジティブで、ポジティブで我慢で迫撃放かれるかな。墓石にね、墓石に行ってほしいな。墓石から生まれるスケで多分一生迫撃受けれるんですよ。で逆サイドに向けた方がいいっすね。そしたらなんかスケずっと打ってくれるんで、うーんどうしようかな。一個上でもいい気がするけど、うーんおうおうおう、ヤンキーすぎん。一体何読みだこれは。さあなんか知らんけど来た。あ墓石交差しちゃったな、墓石交差しちゃったな。逆サイに来たっすね相手。あれで逆にチェンジ、ここに来て。さ、逆は別にいいんじゃない？俺だってもう、正直これファイボ削りとかでいいもんね。うん。おいしおいしおいし。ファイボ削りしちゃって、僕耐えますよ、これ。相手これロケなのかな？もしかして。もしかしてロケッティーのパターン？これロケッティーのパターンだとちょっと話変わるっすね。正直。正直変わる？で、一応ギャング警戒して。いや、これやばいね。おい、もう、ギリギリのエリゴレ、ギリギリのエリゴレ受け。さギリ耐える、さギリ耐える、さギリ耐える、いやギリ耐える。いやなんか地味にいいトレーニングした。ベビドラが入って、入らなくてもファイブウッド圏内じいじ。いや熱くね。さてこのエリゴレマジで強いのかな。なんか知らんけど勝てるっすね。マジで強い、守りが思ったより守れるっすね。はい、というわけで今日ちょっとね、なんかエリゴレなんだけどエリゴレらしくないエリゴレみたいなね、なんかそんな感じでちょっと防衛固めのね、いつもと違ったエリゴレというわけで、皆さんもぜひねこちら使ってみてください。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。コツはね、もう最後の最後までエリゴレをね出さないことです。ではお疲れちゃんでした。またね。